三重県を拠点に活躍する女子ラグビーチーム、パールズを応援するパールズ輝きの時のコーナーです。パールズがついにやってくれました。先日行われた栃木国体で目標の一つでもあった国体優勝を果たしました。今日はクラブハウスから選手たちの生の声をお聞きします。現場には奥村アナウンサーがいます。奥村さん。はい、こちら四日市市にあるパールズのクラブハウスからお送りしていきます。早速選手のお二方ご紹介しましょう。パールズの片島由佳選手と三輪理香選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、そしてこちら真ん中に栃木国体の優勝の賞状があります。改めて賞状、そして優勝おめでとうございます。ありがとうございます、ね、このパールズのチーム創設からの目標が国体の優勝だったということなんですけども、片島選手今はどんなお気持ちでしょうか。はい、そうですね、本当に創設当初から目標にしてた優勝をみんなの力で成し遂げられてすごい嬉しい気持ちと、今までパールズに関わってくださった全ての方々の力で勝ち取った優勝だったので、恩返しできて本当に良かったと思っています。本当に喜びだったり感謝だったり、はい、いろんな気持ちで、ね、詰まっているこの優勝ということになりますよね。三輪選手はいかがですか。そうですね、たくさんの方からの応援とサポートがあってできた優勝だと思っているのでとても嬉しかったです。そして手に今ね、腕にバンドが、これ国体のものなんですよね。あ、そうなんですよ、ずっとつけてて、お風呂の時もつけてて、ちぎれるまでつけようかなと思ってます。じゃあもうこの栃木国体からのその思い出をずっと、そうです、もう、はい、常につけてますね。こう見るたんびに、はい、優勝したんだなという気持ちになって、そうですね、パワーがあると思うんで、これつけて15日戦も頑張ると思います。はい、このね、栃木国体からもおよそ1ヶ月といったところですが、まあ、チーム創設7年目でやっと手にした国体の優勝ということなんですが、この優勝も決して簡単な道のりではなかったんですね。その大会の様子を VTR で振り返っていきます。ご覧ください。国体優勝を目指して2016年に創設されたパールズ。しかしパールズがこれまで出場してきた国体での最高順位は5位。地元三重とこわか国体も中止となる中で今回の栃木国体に挑みました。予選プールを1位で通過したパールズは準々決勝で大阪府代表と対戦。前半から一進一退の攻防が続きます。2点ビハインドで迎えた後半、ボールを受けた和田が相手につかまれながらも飛び込みます。さらにチームのトライゲッター安井もトライを決め、スコアは17対14。初めての国体優勝へ、まずは準々決勝を突破します。迎えた準決勝、相手は初日から無失点で勝ち上がってきた地元栃木県代表。優勝を期待する地元サポーターが応援に駆けつける中、前半2分、片島が鮮やかに抜け出します。片島のトライでまずは先制します。しかし前半4分、相手選手に中央を突破されます。パールズこのトライで同点に追いつかれます。それでも前半終了間際、またもや片島、一瞬の隙を見逃しませんでした。コンバージョンキックも決め、パールズが前半リードで折り返します。しかし後半開始早々、相手選手を止められず失点、またも同点に追いつかれます。その後も激しい競り合いが続く中、後半5分、安井が抜け出します。これで勝ち越しのトライ。さらに後半終了間際、相手のミスに古谷が素早く反応します。
優勝まであと一つ。開催県栃木県代表を退けたパールズにもはや怖い相手はいませんでした。創設から7年目、ついに国体という舞台で日本一の座をつかみ取りました。ありがとうございました。気をつけて。ワッチンスイッチ。7年かかってんね。7年、これもらうの7年。もうめっちゃ素直に嬉しいです。いやようやくの優勝たどり着きました。本当にやったー。大丈夫かお前。嬉しい。頑張った。いや最高に嬉しいです。グラウンドに立てなかったメンバーも含めて全員でありがとうございます。全員で戦って勝てた優勝だったんで、もう喜びしかも湧き上がってこなかったですね。もう今まで悔しさもすごいしてきたんで、やっと勝てた、もうやっとこのメンバーで勝てたっていう思いでした。改めましてパールズの国体優勝おめでとうございます。ありがとうございます。VTR でも、やっとこの努力が報われたといった、ね、お声もありましたが、片島選手、こう国体の優勝、どんな風に受け止めていらっしゃいますか？そうですね、7年越しの優勝で、パールズ創設から、作ってくださった方々みんなの力がやっとこの大会で発揮できたというところをめちゃくちゃ嬉しく思ってます。国体優勝という目標を掲げる中で、いろんな方の期待もあって、でもなかなかうまくいかないこともあってという、いろんな思いもあったと思うんですけども、大会にはどんな思いで臨んでいたんでしょうか？はい、去年三重の常磐国体が開催される予定だったので、そちらが中止になってしまったっていう悔しい思いがあったので、今大会は必ず三重と小川国体で成し遂げられなかった優勝を全員の力で勝ち取ると決めて大会に臨みました。三輪選手、やっぱりこの三重と小川国体で地元の皆さんに、ね、優勝を見せたいという思いもあったと思うんですけども、でもこの掴み取った、ね、栃木の国体の優勝いかがでしょうか？そうですね、まずは嬉しかったっていうのと、たくさん現地でも応援来てくださってる方がいていて、その応援も受けて頑張れました。そして試合の様子を見ると、準決勝の相手地元栃木代表との試合が大一番だったようにも思えるんですが、片島選手、試合を振り返ってみていかがでしょうか？はい、大会前から栃木のチームが一番強敵になるだろうと私たちも予想していたので、予想通り取って取られての攻防が続いたんですけども、取られても焦ることなく、このチーム全員を信じて戦えば大丈夫と思って戦いました。片島選手、トライを決めるなど大活躍でしたが、三輪選手、ご覧になっていて試合はどうでしたか？すごい頼もしいプレーがたくさんあって、らしいプレーが、フィジカルでいくっていうらしいプレーがたくさんあって、それがトライにもつながってたんで、すごい頼もしかったです。そんな思い、なんかこう自分も頑張ろうという、ね、気持ちになったと思うんですけども、決勝戦は危なげなく勝利し、そして掴み取った優勝、優勝決まった瞬間、片島選手どんな思いでした？やっと勝ったとい こう嬉しい気持ちと、安堵感、勝ててよかったという安心感もかなり強かったですね。三輪選手もそんな思いはありましたか？そうですね、たくさんの方々の思いも背負って挑んだ栃木国体だったんで、試合が終わって勝った時はすごい嬉しかったですし、選手
で出れなかった選手の分の気持ちもあったんで、すごいそういう気持ちを考えると涙が出てきて。そうなんですね。そしてね、サポーターの皆さんの応援というのも本当に欠かせないものだったと思うんですけども、三輪選手とかサポーターの皆さんに今伝えたいことありますか？そうですね、たくさん応援いただいてて、その応援が力になって優勝できたのかなって思うので、とてもありがたかったです。ありがとうございます。片島選手はサポーターの皆さんに伝えたいことありますか？はい、パールズが勝てる時も勝てない時も変わらぬ応援とサポートを続けてくださったサポーターの皆さんのおかげで今回の優勝があったと思うので、本当に感謝しています。ありがとうございました。ね、皆さんも本当に喜ばれていると思います。この三重ね、常赤国体での優勝を目指して創設されたパールズ、じゃあこの栃木の国体で優勝してこの先どこに向かっていくんだろうと期待も高まっているんですが、片島選手いかがでしょうか？はい、次は今もう15人制のシーズンが始まっているんですけども、11月から関西大会、そして日本選手権で続いていくので、チーム全員 で日本代表の今回国体に出れなかったメンバーたちも強力なメンバーが帰ってくるので、全員で15人制優勝を成し遂げたいと思ってます。もうパールズもっともっと強くなっていきそうです ね。そのもう関西大会始まっていますが、改めて最後に選手権大会に向けての意気込みを伺っていきたいと思います。片島選手、改めてもう一度お願いいたします。はい、去年はですね、日本選手権の準決勝でコロナウイルスの関係で辞退ということだったので、今回は必ず全員の力で優勝を勝ち取りたいと思います。三輪選手いかがでしょうか？はい、国体で優勝できたっていうのは間違いなく自分たちの力になっていると思うので、その力を信じて15人戦も全員で勝ち抜いていければなと思います。もうこれからの、ね、パールズの活躍も目が離せませんが、何よりも国体優勝おめでとうございました。ありがとうございます。さあ、今日はパールズの片島由佳選手と三輪理香選手にお話を伺いました。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。はい、国体で初優勝を手につかんだメンバーの喜びの声でした。大谷さんも本当嬉しさと安堵感も混ざっていて、やっぱすごいですね。だって国体優勝ってのは国民体育大会ですからね、はい、ここでやっぱり優勝をぶっちぎってくるというのはね、はい、特に準決勝で無失点だった栃木を、はい、あそこで破った、うん、もう完全にそこで勢いづいてましたよ ね。 ですね、うん、何よりこの三重国体で優勝するために創設されたチームで、今日、ね、国体三重国体なかったので、翌年で常赤国体で、ね、はい、優勝できたらそれは最高だったわけですけども、うん、はい、やっぱり先ほど のコロナの話じゃありませんけど、うん、コロナで大会が中止になった、はい、あるいはコロナで出れない時があったと、それに乗り越えていくっていうのがすごくやっぱり力になってきたと思うんですね、はい、あそこでやりたかったんだけど、じゃあその分こっちで頑張ろうというのは、うん、やっぱりちょっと他のチームとは違ったその生きがいみたいやりがいみたいなのが、はい、あったような気がするんですよね。超えた力強さだったんですね。そのメンバーのこの絆の深さも感じられましたし、視聴者の方からメッセージ届いてまして、悲願の国体優勝、虎年の今年にトライを決めての優勝はまさに四日市三重のヒーローということで、何度も挑戦し続けた姿にエールを送られてますということで、日本一の女子ラグビーチーム目指してこれからも頑張ってください。ここまではパールズ輝きの時でした。